名称をうならせた城が残る北陸地方の難攻不落の城五選。歴史の細道、案内人の沙織です。北陸地方にも多くの城が残っており、広い敷地を誇るものもいくつかあります。中には名称として名高い上杉謙信をうならせた城もあるほどです。今回は北陸地方の難攻不落の城を5つご紹介します。謙信でも攻め落とすのに1年はかかった能登最強の城、七尾城、石川県七尾市。まずは石川県七尾市にある七尾城です。七尾市の中心市街地の南東にそびえる高さ300メートル程度の松尾山、城山の尾根を活用して築かれました。城の面積も最も大きかった時期で、南北約 2.5 キロ、東西約1キロ、252.6 ヘクタールもの広さを誇っていました。ちなみに七尾の地名も城が7つの尾根伝いに築かれていたことに由来します。七尾城は室町時代から戦国時代にかけて能登守護畠山氏が築きました。歴代の当主が少しずつ拡張していく形で、七尾城は北陸を代表する県城にふさわしい規模になりました。本丸には畠山氏の居館が、周辺の曲輪に有力家臣の館があり、麓には城下町も形成されていました。七尾城が難攻不落ぶりを見せつけたのは1576年から1577年にかけての上杉謙信と畠山氏との七尾城の戦いです。当時の七尾城内では城主畠山氏の力は衰え、有力家臣たちが権力争いを続けていました。謙信は七尾城内、ひいては能登国内の混乱ぶりを収めることを理由に越中や能登に侵攻します。七尾城側は謙信による干渉を嫌がり、籠城戦を決定したため、謙信もむやみに手を出せなくなりました。しかも1577年に入り、関東で北条氏が活発な動きを見せたため、3月に謙信は一度越後に戻りました。まもなく関東での戦を一段落させた謙信は、同じ年のうるう7月に改めて七尾城攻略に乗り出します。七尾城側でも再度の籠城戦となりましたが、城内で伝染病が流行り出します。しかも戦いが始まって間もなく、城側は織田信長に援軍を要請しましたが、なかなかやってきません。9月になると謙信は城内の重臣たちの対立を利用し反乱を起こさせ、それに乗じて上杉軍は城内に侵攻し、ようやく七尾城を落としています。8倍の敵にも見事耐えた北陸有数の県城、小松城、石川県小松市。続いては石川県小松市にある小松城です。北陸随一の空港があることで知られる小松市の中心部に城跡が残っています。小松城は1576年に加賀一向一揆が築いたと言われています。ただ織田信長軍の北陸進出が進む中で攻め落とされ、その後は村上義明や丹羽長重らが城主を務めました。特に丹羽長重は信長の重臣だった丹羽長秀の長男で、長重自身も信長の後継者となった豊臣秀吉に仕えました。長重は関ヶ原の戦いで西軍に属したことで戦後改易され、小松城は加賀藩主となった前田利長、利家の長男のものとなります。その後1615年に江戸幕府の一国一城令で小松城は廃城となりましたが、1639年になり利長の後を継いだ利常の隠居城として再整備されました。現在残っている城跡は利常が隠居城として再整備した際のものです。利常の時代以降は
加賀藩の市場として常磐が置かれ、明治維新を迎えています。小松城も難攻不落ぶりを発揮した城として知られています。1600年に徳川家康ら東軍と石田三成、毛利輝元ら西軍との戦が全国的に起きた際、西軍の大谷義次は東軍の前田利長に備えようと丹羽長重らを味方に引き込みました。この動きに対抗するため、利長は7月に2万5千もの兵で長重の小松城に攻め寄せます。長重率いる籠城軍は3000人程度でしたが、利長は小松城を前に攻めあぐねてしまいます。結局城攻めを諦めた利長は、さらに南の大正寺城を攻めに向かいました。しかし間もなく大谷義次の手により金沢城が落とされる噂が広まったため、利長は急ぎ金沢に向けて撤退を始めます。そして撤退の途上、小松城の東に広がる浅井縄手に差し掛かったところで丹羽軍の襲撃を受けて敗れてしまいました。越中の戦国大名神保氏の重要拠点、増山城、富山県砺波市。続いては富山県砺波市の増山城です。富山県西部を流れる庄川の支流である和田川のほとりに築かれた山城で、越中三大山城にも数えられます。城は主に一の丸と二の丸、主閣から構成されていた上に、一の丸、北、東、西側は切り立った崖に面していました。加えて城の周辺にも亀山城など複数の城塞群が設けられ、増山城の守りを強めていました。増山城は南北朝時代の1363年に築かれたとされる城です。その後戦国時代に入り、越中の守護大となった神保氏が勢力を伸ばし、増山城も神保氏の重要拠点となります。当時の神保氏当主吉宗は主君で、越中や能登などの守護である畠山氏から独立しようとし、越中一向一揆とも手を結んで決起しました。しかし間もなく畠山氏や越後守護大の長尾為景、上杉謙信の父らに攻められて没落します。その後吉宗の子長元は神保氏を再興し、現在の富山市に富山城を築いて本拠としました。しかし今度は上杉謙信、当初は長尾景虎の侵攻を受けて再度増山城に立てこもります。謙信は通算で3度増山城に攻めていますが、城については書状で要害堅固な城と称えています。長元はかつての父と同じように越中一個一揆と結んで謙信に対抗しましたが、結局城は1576年に上杉氏のものとなりました。その後数年は上杉氏が領有しましたが、間もなく織田信長配下の柴田勝家によって攻め落とされます。織田氏のものとなった増山城には勝家に従軍していた佐々成政の配下が城主として入りました。本能寺の変を経て豊臣政権や江戸幕府の時代になると、増山城は加賀、能登、越中を治めるようになった前田氏に属します。しかし1615年に江戸幕府が一国一城令を発したことで増山城は破却され、約250年に及ぶ歴史に幕を下ろしました。一度は謙信の攻撃を跳ねのけた越中東部の要衝松倉城、富山県魚津市。続いては富山県魚津市にある松倉城です。魚津市の南東にそびえる高さ430メートルの松倉山の山頂に築かれました。南北に5つの曲輪が並び、総延長も1キロと越中国内では大規模な山城です。なお先ほどご紹介した増山城や高岡市の森山城と並び、
越中三大山城の一つとしても知られています。松倉城も南北朝時代に築かれたとされる城です。特に南北朝の騒乱が終了した後は、越中守護畠山氏に仕えた椎名氏が城のあった一帯の新川郡守護代を務め、松倉城も椎名氏の居城となりました。ちなみに松倉城の近くには金山もあったため、椎名氏は経済力を背景に一時は越中東部を支配します。戦国時代になると椎名氏は越後の長尾為景、上杉謙信の父の信仰を受けて新川郡守護代職を奪われますが、長尾氏に従属する形で松倉城など新川郡の支配権は維持しました。しかし1568年、当時の椎名氏当主安胤は甲斐の武田信玄に誘われ、従属先の上杉謙信に反旗を翻しました。翌年謙信は軍を率いて松倉城を攻め寄せましたが、100日にわたる城攻めの末に撤退しています。謙信の軍を一度は退けた安胤はその後5年程度にわたって抵抗を続けますが、1573年正月に再度攻め寄せた上杉軍の前に松倉城は開城します。主の去った松倉城は上杉氏や織田氏などが統治しましたが、やがて慶長年間に廃城となりました。10年間もほぼ毎年朝倉氏を撃退し続けた経歴、佐垣国吉城、福井県三方郡美浜町。続いては福井県三方郡美浜町の佐垣国吉城です。美浜町の中心市街地から東へ約 2.5 キロ行った場所にある標高 197.3 メートルの城山に築かれました。場所も若狭と越前鶴ヶ郡の境目に位置していたため、若狭を守る上で重要な城でした。山頂には本丸が、少し南西側の中腹には二の丸と伝わる出丸が設けられていました。さらに麓には巨漢があり、城主の生活や統治の場となっていました。佐垣国吉城のある場所にはかつて常国国吉が設けた城がありました。そして1556年に若狭守護武田氏に仕えていた阿波谷勝久が国吉の築いた城の跡を再活用します。佐垣国吉城が築かれて数年後の1563年、東隣の越前を支配する朝倉義景の軍が若狭に侵攻してきました。以降1573年までの10年間にわたって朝倉軍はほぼ毎年のように攻めてきましたが、その度に城兵は奮闘の末に撃退しています。ちなみに連年の朝倉氏との戦いは、当時籠城戦に参加して戦の様子を見聞きした人物による国吉籠城記に記録されています。1570年に入り、佐垣国吉城に転機が訪れました。足利義昭を擁して上洛した織田信長が朝倉氏討伐のために越前に侵攻します。この際に佐垣国吉城にも入り、城主阿波谷勝久の連年の奮闘を称えました。宿敵朝倉氏も信長と戦争状態になったため、もはや佐垣国吉城を攻めるどころではなくなりました。朝倉氏は1573年に滅亡しますが、この際に勝久も信長に従軍しています。朝倉氏の脅威から解放された佐垣国吉城は、その後1583年に信長の遺志を継いだ羽柴秀吉の家臣木村貞光、大阪の陣で活躍した木村重成の父が城主となっています。貞光は城に石垣を取り入れるなど、金星城郭として改修するとともに城下町の整備も行いました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。
これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。